吉永萌です。いいですか？彼女たちはもう
その身に恥じぬ実力を証明してくれると思います。さあ幕が開きますよ。彼女たちこそ我が学プロ自慢のアイドルです。みんな盛り上がってる？ひなたちゃん、まだ一曲も歌ってないのにもう MC？ドキドキが止まらないの。
一番になるから。誰もが見上げる一番星に絶対絶対なってみせるから。見つけましたよ。13。あ、あなた新任のプロデューサーさんでしょ。ひとまず学園長室に行きましょう。話はそれからよ。
ですね。今のミスは減点対象になりますよ。私レベルになると分かりますが、なんせ私は経験者なので。こんな話見知らぬあなたにお話ししても分からないとは思いますが。経験者です、アイドルの。というか今もアイドルに限りなく近い存在なので、アイドルを超越した存在とでも言うべきか。まあどちらかというと今はプロデューサー的な立場ですが、普通科1年にしてアイドルのプロデュースを任される経験者、その辺のプロデューサーよりも優秀と言えますね。いえ違います、一応はプロデューサーのアシスタントということにはなっています。今日学園にやってくる新任プロデューサーについて指導する予定だったんですが、学園教室に行ったら校内のどこかにいるから探せと言われました。本当に雑ですよあの人は。仕事をすることで私自身が理想とする私に至れる気がしないということです。いえ決してけなしているわけではありません。清潔感あるし何でもそれなり以上にこなしそうだし、きっと優しい人なんだろうなって。でも普通ですね。しかしまあ学園長の言うことなら仕方ありません。私は吉永萌、今日からあなたのアシスタントを務めさせていただきますので、以後お見知りおきを。本当に何も聞いていないんですね。普通新任のプロデューサーは他のプロデューサーについてアシスタント的な業務をこなします。ですがあなたにはいきなり一つの学プロを任せてみると学園長は言っていましたよ。まあそのあたりはおいおい説明していきましょう。ひとまず今後ともよろしくお願いしますね。はい、私のような経験者がアシスタントしてくれること光栄に思ってくださいね。一気にスターダムにのし上がるような特上のアイドルをプロデュースしちゃうんですから。
探すんじゃないですか。プロデューサーが気になってる2人組のユニット、もちろん仕事はてんこ盛りなのですが、まずはその気になる2人をすっきりさせないと集中で経験者の余裕って言うんですか。私がいれば仕事なんてちょっぱやで片付きますから。まずは手当たり次第に聞き込みでもしてみましょう。ああ、そこの子たち、ちょっといいですか。はい、なんか用？人を探してるんです。特徴はどんな人です。私わかるかも。この前校門のあたりで下痢だってた子たちっしょ。今日ありがとうございます。さ、行きましょう。プロデューサー、こそこそっていうか、かなりたくさんの人が集まってますね。情報ダダ漏れみたいですね。だるい。
こようかな。休憩したらまた頑張ろう。どういうことですか？なるほど。ですか？見せてあげたいな。ワクワクが待ってる。
ください。ときめき感じるさま、楽しめばいいさ。太陽が照る。